日本が誇る IHI 社製 XF9 ジェットエンジンですが、最強とは言われていますが、ここへ来て動きが出てきました。今回は F3 戦闘機開発で見えた日本の課題を詳しく見ていきますね。XF9 もまだまだテスト不足となる中、次期 XF9 が完成していたら、今年には形になるようですがね。日本の防衛をめぐる議論は、2022年12月16日に、新たな安全保障関連の3文書の閣議決定を受けて、今後5年間で、大幅な増加を果たすことや、その中身である、兵装の取得について、様々な立場から、様々な反応が引き起こされている。防衛予算の金額としては、2023年度から、2027年度までの5年間の累計は、およそ43兆円となることが判明しており、最終年には、NATO 加盟国のこれまでの目標と同じく、対 GDP 比で 2% 以上の水準に引き上げられると予想されている。まあ、これに関しては、ロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相をも反映し、NATO 加盟国自体も、おおむね引き上げる方向が確実な方向となってきているため、今後は対 GDP 比で 2% という線が基準値とはならないことも予期される。こうした金額面以外でも、日本では今後の防衛予算の使途に関して、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しており、従来よりも飛躍的に射程距離を伸ばした兵装の獲得を進める形となっている。その代表格としては、防衛用の高速滑空弾などが挙げられ、ことに、前者は、まずおよそ 900km、次に、およそ 1500km と、段階的に、長射程化を図ることが期とされている。こうした長距離打撃兵器の開発は、敵の防空ミサイルの射程距離外から放つことを最大の目標としており、極力、自軍の損を減らすに、敵の地上目標や海上目標への攻撃を可能にするというロジックの下で実現されようとしている。また、これらのスタンドオフ能力を備えた兵装は、日本においては、昨今は、反撃能力と政府からは称されて、政治的な認知を得るべく語られているが、特に反対勢力からは、自衛隊の趣旨になじまないものだとも糾弾されている。どこまで行っても、この種の議論が、政治的に完全な決着を迎えることはないことだけは確実だと言えそうだが、スタンドオフ能力や反撃能力といった兵装が、大きな注目を集める一方で、戦闘機に関する動きも新たな領域に入った。これは日本とイギリスとイタリアの3カ国によって GACP グローバルエアーコンバットプログラムとして推進されることが2022年12月9日に正式に各国政府からアナウンスされたことで本格的に始動したものだ。日本としては現在の航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 をイギリスとイタリアでは現在それぞれの空軍で運用中のユーロファイタータイフーンを代替する戦闘機をこの取り組みで実用化することを目指すものとなっている。現在の航空自衛隊の中ではそうした区分や呼称は廃止されているが、かつては主力戦闘機とそれを補完する支援戦闘機という分類が存在し、前者はアメリカからの輸入かライセンス生産で調達するのが通例だった。そして後者の支援戦闘機においてはアメリカとの共同開発が通例であり、現行の F2 も当初は支援戦闘機であったことから、この前提通りにアメリカの現ロッキード・マーチン社が擁する F-16 ファイティング・ファルコンを土台に開発された。
F2 の開発に際しても、日本国内において、自国による単独開発を主張する意見もあったものの、太平洋戦争後に、航空機の開発を、アメリカをはじめとする連合国の意向によって禁止されていた日本は、機関部の内製化が事実上不可能だった。そのため、F2 については、F-16 ファイティングファルコンを土台とし、その機関部も、現 IHI 社がライセンス生産を行う手法が取られたが、開発に際して、すべての技術を、日本側は、アメリカ側に開示する義務を負った。引き換えアメリカ側は、主要な部分を日本側には開示しない、偏無的な契約となっていた上、完成後の F2 に、日本側が搭載する兵装を見直すなどの仕様変更を行おうとしても、その自由度は、なくストレスのたまる運用を強いられた。そうした F2 の開発における経緯を踏まえて、日本側では、次回の戦闘機開発に向けては、機関部の内製化を実現させることを志向し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを実施していったと言えよう。IHI 社は、防衛装備庁からの依頼を受けて、2010年に、次期戦闘機用の機関部となることを目指した、XF91 エンジンの開発に着手、8年の歳月をかけて、2018年6月に、試作機である1機を完成させ、それを納入するに至った。こうして納入された、XF91 エンジンは、その後2年ほどをかけて、各種の性能テストが実施されたが、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トンの推力を発揮し、タービンの入り口周辺の温度も1800度を記録した。また、今後の戦闘機の機関部として、ますます重要性が増してくるであろう、発電能力に関しても、XF91 エンジンは、180kW を、記録すると一定の水準をクリアしており、機体に搭載した状態でのテストではないものの、大きな期待が寄せられた。XF91 エンジンは、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルと、現行の F2 が搭載している、ゼネラルエレクトリック社製の F110 と、同等の大きさながら、前述した推力は、F2 にラプターが搭載するプラット&ホイットニー社製の F119 にほど近い。こうして、限定的なテストによるカタログ値とはいえ、XF91 エンジンは、一定以上の水準を満たすものとして、注目を集め、さらに、2019年に、千葉県の幕張メッセで開催された、MAST アジア2019においては、水力変更ノズルも、展示が行われた。このマストアジア2019においては展示された水力変更ノズルは、XF91 エンジン用の XVN31 というモデルであり、ロシア製の、いわゆる第5世代戦闘機として知られている SU-57 等でも、採用が行われている、形式の水力変更用の装置である。これらの水力変更用の装置の目的は、それを搭載する戦闘機の機動性を向上させることにあり、機関部からの排気の角度を調整して、推進方向を制御しようとする仕組みであり、F2 にラプターでは、パドル式が採用されている。いわゆる第5世代と呼ばれる戦闘機は、機体本体の優れた、ステルス性能によって、敵からの攻撃を回避することが想定されてはいるものの、従来の戦闘機に求められてきた、機敏な機動性の確保には、こうした工夫も、同時に備えている。これまで述べてきたように、2019年には、水力変更ノズルの XVN31 までが公開されるなど、XF91 エンジンの実用化に向けた取り組みは、着実に推進されてきたと思えるが、今後 GACP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、これが、いかなる方向に進むのか、予断を許さない。GACP、
グローバルエアーコンバットプログラムにおいては、イギリスではロールス・ロイス社が機関部の開発を担うポジションに座り、全体を統括する BAE システムズ社とともにプロジェクト全体の主導権を握る可能性が高いそうだ。これまでイギリス、イタリア、スウェーデンが推進してきたテンペスト計画においてもロールス・ロイス社は機関部の開発を行っており、その開発は難航していると言われてきたが、実績やノウハウでは IHI 社を大きくしのぐと思われる。ロールス・ロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、極めて短期間で戦闘機の機関部の設計から製造までが可能になると自信を覗かせており、 GACP グローバルエアーコンバットプログラムでその成果を提示することが予想される。